おデートの申し込みが殺到しました。太蔵です。今回プレゼント企画にたくさんの方から応募してもらい、すごい嬉しいです。早速結果の発表をやっていきたいと思います。アカウントの名前を言うとバレちゃうのでちょっと略していきます。まず太蔵おデート1日、当選者はスマイルさん、スマイルさん当選しました。次太蔵のおパンツ、こちらは 4Sほにゃららの、アカウントの方に決まりました。おめでとうございます。さらに、さらに、さらに、バーディー3月号、バーディー3月号新品、カバンをつけて、お渡しするプレゼント、こちらは BAほにゃららさんに決まりました。当選おめでとうございます。次に、その他については R さんが当選しました。おめでとうございます。ちなみにですが、僕に、どんなメッセージが来たか、ちょっと、紹介していきたいと思います。いつも素敵な体だと思い、ツイッターや動画見てますというメッセージがありました。ありがとうございます。これからも動画楽しみにしてます。CRY ホニャララさんからいただきました。ありがとうございます。それからですね、これからも頑張ってくださいというメッセージや、あと、ER ホニャララさんからはもう少しで、1000人いきますね、応援しています、普通に仲良くなれたら嬉しいですね、僕も、仲良くなれたら嬉しいです。次、TAK ほにゃららさん、いつも楽しく見ています。体型がとってもかっこよくて僕の憧れですとメッセージもらいました。ありがとうございます。それからですね、 D3L ほにゃららさん、太蔵くんに会いたい、これからも頑張ってね、いつも応援しているよ、僕も会いたいと思います、すごく会いたいです、ありがとうございます。あとですね、の中でも CO ほにゃららさん、 CO から始まるほにゃららさんかな、ゲイの YouTuber の中でも攻めてる方だと思うけど、他とは違う魅力が溢れてるのでチェックしたくなります。すっごい嬉しいメッセージありがとうございます。あとですね、でほにゃららさん、いつも Twitter 見ています。抱かれたいくらいめっちゃいい体で憧れています。僕なんかで良ければもう使ってください。それから僕がいろいろコメントを全部見て、本当に見て、なんかすごくいいなって思ったのは MIS ほにゃららさんからもらったメッセージで、太蔵くんのファンです、いつか
オフ会みたいなのをやってほしいと思っています。これからも頑張ってとメッセージをもらいました。もし YouTube で僕の登録者が1000人になったら、泰造花見の会をやりたいなと密かに思っています。3月号最終巻、このように新品になっています。このエバディ3月号新品、後ろ側に、カバンのプレゼントも新品で付いています。この新品の、プレゼントの当選者さんに、これからお電話してみたいと思います。こんばんは、泰造です。はじめまして。はじめまして。プレゼントの当選おめでとうございます。あ、ありがとうございます。まずバディの、はい、3月号最終巻が当たりました。ありがとうございます。ちなみに新品で、はい、なんかショップでもらえるカバンもついてます。あ、ありがとうございます。こちらも新品なのを送ります。はい、はい、ちなみに、はい、Kさんはどの辺にお住まいですか？僕は、九州です。おお、いいところ。あ、はい、僕のことはいつ頃知ったんですか？少し前に、YouTube で知りました。はい、ありがとうございます。あまりにもド変態だから多分惹かれたと思います。はい、いえいえ全然。もしかしてツイッターも見てますか？あ、チェックしてます。恥ずかしい。こんな僕のどこが良かったんですか？そうっすね、やっぱ体がかっこいいところとか。はい、おっぱい。はい、おっぱい触っていいですよ。いいんですか？はい。ぜひお願いします。はい、あ、インスタからメッセージが来て、はい、Kさんかなと思って、はい、承認しました。あ、ありがとうございます。そう、僕はKさんのことを見ました。はい、ありがとうございます、うん、イケメンな人でした。いえいえ全然です。僕は正直あんまりイケメンではないです。いや、そんなことないと思います。ちなみに、はい、Kさんはどんな、男の人がタイプですか？もう泰造さんみたいな人がタイプです。僕ですか？はい、僕でいいんですか？いや、こちらこそ。僕なんかでいいのかな？結構イケメンいっぱいいますよ。いやいや全然。なるほど。僕がもし、はい、こう Kさんに、はい、会いに行けたら、はい、どんなことしたいですか？美味しいもの食べ行って、はい、そうですね、デートがしたいですね。デートしましょう。はい、うん、でも僕は、はい、多分九州はわからないので、はい、うん、何もエスコートはできません。あ、それは僕がするので。はい、はい、じゃあKさん、プレゼントは、指定された場所に送ります。はい、よろしくお願いします。はい、ということでバディの当選者のKさんでした。ありがとうございます。泰造のプレゼント企画第2弾の当選者の方への連絡、そして当選結果の報告でした。
以上です。お疲れ様でした。